毎度ドクターキャピタルです。音楽博士や坂井にドクターやね、今日はコード進行の話をしたいと思ってな、例えばミスターポストマンを歌おうとするやん。 Mr. Postman, look and see. Is there a letter in your bag for me? I've been waiting such a long, long time since I've heard from that girl of mine. これ歌ってんのはメロディーやろ。このドレミファソラシドのメジャー音階からの単音の旋律やね。ミミミミミファミミ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 ファミファ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 ソファソソソソソソソラソ。せやけどギターで弾いてんのは和音のコードやねん。で、実はメロディーみたいにコードにも音階があるんやけど、ドレミファソっていう音階じゃなくて、1,2,3 と数えていくコードの音階やねん。1,2,3,4,5,6,7。それから7度のコードの次はブブー、8ちゃうで、7つしかないので、7度の次のコードは1度に戻るんや。ほんでな、ミスターポストマンのコード進行は1度から始まるんや。Mr. Postman, look and see. せやけど次のコードなんやろ。ちょっと当ててみ。これ当たったらよっちゃん以下の当たりくじをあげる。よく覚えといてな。はい。6度のコードやったんや。そして次は何やろ。これも当ててみ。これ当たったら僕昔入ってたバンドの売れなかった CD をあげる。はい、1,2,3,4 度のコードやったんや。で最後に5度のコードや。だからミスターポストマンのコード進行は1,6,4,5やね。で、ここでちょっと深い話をしたいねんけど、一つ一つのコードのサウンドに違った感情が入ってるんや。一度のコードはな、アットホームな感じやねん。これもう家にいてお風呂に浸かっててリラックスしたストレスが全くない感情のコードやねん。せやけどそれに対して6度はな、ちょっとアットホームじゃないやろ。これどっちかっていうと勇気を出して家を出た感じのコードやねん。玄関を背中にして人生のあらゆるチャレンジを迎えに行く感じのコードや。6度はな、真面目でかっこいいと思う。それから4度は嬉しいな。もう愛する人のところにやっとたどり着けたという感じやねん。もう4度のコードはほんまに感情があふれるコードやねん。で、5度のコードは力が入る。よしっていう感じやね。もう旅の目標も達成できたし、家に帰るぞ。ほんで最後に、1度のコードに戻って、家に帰ってお風呂に入る。これおもろいやろ。一つ一つのコードのサウンドを感情に表すこともできるし、コード進行も物語に例えられる。そしてこの1,6,4,5のコード進行はもういろんな曲に使われとる。これもそうやで。 Earth Angel, Earth Angel, Will you be mine? My darling dear, love you for all time. これもそうやで。 When the night is comeAnd the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand. Stand by me, stand by me. 果たして J-POP の曲でも1,6,4,5のコード進行は使われてんのかな？それはもちろんや。
例えば今流行りのシャネルズのハリケーンもそうやで。あの子探すのさみんなチューチュー。かけて容疑者の窓運んでよバカな俺を辛いのとメモを残し消えたのささよならも言わないでまるで腕に穴が開いたように止まらない孤独の嵐だよハリケーンハリケーンハリケーン Every day is a 土砂降り。ほんで最後にな、僕のめっちゃ好きなブルーハーツのリンダリンダも歌ってみたいと思うねんけど、これもやっぱ1645が入ってんねん。ドブネズミみたいに美しくなりたい写真には映らない美しさがある